このイベント、なんだっけ、第1幕、第1条みたいなイベントのやつ、あれの、このメインのやつ、今日できる分終わらせたら、ミューズのレンズっていうのが出てきて、まあ、インスパイアなんとかいうな。2輪の乗り物、6分外、ひらめきフィルムを3、6枚集めると報酬を受け取り可能。自転車を取ればいいっていうことだと思うんで、ちょっと、取ってみようかな。自転車、土管のとこにあったかな。これバイクだよね。自転車、あ、2台ある。2台分。OK。2輪の乗り物。はい。これ1個分ってこと？長押しで写真を撮る。え？あれ？こんなん含まれてたっけ？2輪の乗り物なの？こいつ。え？こいつ2輪の乗り物？嘘やろ？出前配達員の、え、こいつ出前配達員の電動スクーターなの？ そんな一面が、バグってんだろうね。都市文明を維持する基地、重責は君たちに任せた。2輪なん、こいつ。お前2輪？あ、ここにあるんか。これだったわ。何が反応してんのかと思った。こいつが2輪かと思った。ニャン吉。ニャン吉2輪説かと思った。あれ、これ自転車、自転車もクリアしたんかな、これ。いやいやいや、反応したな、今。え？なんか判定おかしくね？あ、ここまで行けばいいのか。なんかさっき判定おかしかったよね。ここでいいのね。これってことよね。OK。これ3個目だからこれで OK ってことだよね。焦った。取れたかな？自転車、ひらめきフィルム3枚獲得。はい。ボンプチケットと1万ディン。これでも今日できるところは全部できたんかな。もう解放されてない。ああ、これも2日後だ。で、今日できるところも全部できましたよと。難しくはないね。意味が分かれば。気をつけないといけないのは、ある程度近づかないと反応しないから、で、なんていうの、条件満たしてない状態、まだ撮影できてない状態だったら、近づいたら、カメラのあれが反応するから、それで分かるね。これは何だ？クローラーってインフルエンサーみたいなやつだったっけ？あんた本当にスカウト、どうして私は映画に推薦できないの？クローラちゃんは超人気ネットアイドルだよ。各プラットフォームのファンは何十万人もいるんだから、ネットアイドルが映画スターになる例もあるんじゃないの？これは君の個人的な条件が悪いというわけではないんだけど、ただ言ってみればね、君の私の仕事はスターになる潜在能力を持っている人を見つけることだ。では、スターになる潜在能力とは何かな？特別なものを持っているか、演技の才能がある人のことなんだ。子供を演じられる大人よりも大人を演じられる子供こそ演技の才能があると言えるな。何を子供ぶっちゃってな、何を言ってるのか全然わからない。ダメなら別にいいよ。どうせ偽物のスカウトなんでしょう。待て待て、その言葉を聞かなかったことにはできないぞ。私を疑うのは構わん。でも私の仕事の腕を疑うのは許さん。いいかい、私はスカウトマンでありながら舞台俳優出身なんだ。今日は君に才能ってものを見せてあげよう。さてというのは、そこにゴミ箱があるよね。ちょうどここに今朝喫茶店のテーブルで見つけたコインがある。これ、教会コインだ。
ゴミ箱の中に誰かが住んでいると仮定して、このコインでそいつに買い物をするとしよう。こちらのお兄さん、演技に協力してもらえるかな。お嬢ちゃんに違いを分かってもらうためだよ。君は適当に演じてみて、その次は私が登場する。表情、体の動き、細かい部分に違いの違いから、才能というものが実際に存在することを感じてほしいんだ。ただゴミ箱と話すだけじゃん。これのどこが才能なのさ。頼んだぞお兄さん、適当に気楽に演じてくれ。謝礼としてこのコインを君にあげよう。え、ゴミ箱に話しかければいい。あれ、まだな、また反応してるな。あ、二輪の乗り物まだあれなのかな。まだなんかもらえるのかな。あ、これ今回交換できないんだ。あれ、あ、ゴミ箱ってあのゴミ箱じゃないの。違う、あれは、あれはジェーンさんの方が光ってんのか。はい、最高に良かった。もう少しであなたのファンになるとこだったよ。おじさんもなんとか言いなよ。普通の六分街の市民が適当に演じたわけだけど、スカウトの評価はどうなのさ。100年に1人の逸材だ。ゴミ箱を蹴れらそうな動き、コインをひけらかす得意げな態度、演技のすべてに根拠が感じられる。まるで本当にゴミ箱の中に誰かが住んでいるようだった。私が演じ直す必要はない。君はもう私の思うすべてを表現できている。いや、それどころか私には思いつかない部分まで演じていた。6分間もこれほどまでの才能を隠していたとは。それはさておき、お兄さん、こちらが私の名刺だ。芸能界に前向きに考えてみてくれ。ちょっと待ってよ、どうしてこの人にあっさり名刺を渡すのさ。言わせてもらうが、君の演技の素質は天から与えられた才能だ。決して無駄にはしてはいけない。こう言っちゃ失礼かもしれないが、君が俳優になれば他のどんな仕事よりも多くの成功をつかめるに違いない。もちろんやればすぐにできるってもんでもないがね。全ては君の興味と考え方次第さ。名刺を受け取ってくれ。私はポールチャックだ。気が変わったらすぐに連絡してくれ。もちろんこのコインもさっき言った通り君にあげよう。これ収めとくか。あれ、受け取らんかったの。まあいいか。ジェーンさんのやつ行こうか。あれ、あ、自転車か。これ3個終わったからっつってあれなんだな。え、これが反応してんだよね。あ、これあ、これだ。え、これは？これもあるよな。結構二輪あるな。トニーが指定した枚数のひらめきフィルムを集めて面白いショットがたくさん撮れたことだし、これからは伸び伸びと自由に撮影しよう。あれ？また行けるの？3で終わりじゃないんだ。あ、6枚もあるのか。ひらめきフィルムを合計5枚集める。あ、これで、あ、第1幕がね、はい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 。あれ、これで本当に終わりだったんだ。よく見てなかったなんか次回分のやつを撮ってんのかと思った。あ、これでいいのね。で、3回に分かれてると全体で。
はいはいはい。OK。ちょっとアーカイブ切り替えてジェンさんに話しかけてみるか。